ライスチャンネルです。今回はドラゴンボールフュージョンズやっていきます。ブロリーと出会ってしまったのスズキです。今回のチームで聞くんですけど、この赤マスとブロリーなんですよね。このマスが入って出てた。お、ヒョウさん出た。あ、でもここブロリーいるじゃん。離そう。ブロリーが近くにいるときはですね、離さない方がいいっていうので聞いてるので、そっか、まず来たどう、大丈夫、危ないぞ。赤のところが多かったですね。あっこが多い、この辺かな。どれだ、よし、なんかな、あ、ヒョウさん来た。3つ目じゃん。え、どっちにまとまって、あれ、これ手術って書いてありますね。あ、誰を、どうだ、おお、まさかこんなところでトワさんだ。ふふふ、あなたたちから呼んでくれたのね。おい、僕、なんだ、おめえのやら知ってんのか。うん、今の貴様に用はない。変なやつだな。ハンクス君、あ、美女のお姉様が、美女のお姉様、ちょっとトランクスガチャモンさんも何しようとしてるのよ。困ってるよね、私たちが協力してあげましょうか。本当よ、姉さん。ねえ、未来がお世話になったらいらないじゃないかし。どういうこと？トランプス、あんた、未来で何やってんのよ。もう知らないよ、そんなこと。それなら、ライス、未来の上って、きっとものすごく、ね、全力だったりするのかな。もう。だろうね。私たちも一緒にグライのところに行きましょう。お、地球を開こう。トランプス。手に入れた。ほら、ワクワクしてきた。気になりますね。トマト一緒にブロリーのところに入っていくことなんですけど、このエクソマークが出てるのか、少しですね、逃げながら開いてきたところなんですよね。これに開いてみたい。あれ、なっちゃうんですね。ここでもう一回見とくかな。やばい、真後ろにいる、真後ろにいる、あんまり中にいる、中にいる、見えなきゃ、見えなきゃ。ふぅー、おぉよかった、逃げれた。これはもう出ないのかな。3つぐらいこの辺にあったんですけどね。でもこれでトマさんと緑のところに行ってみましょう。カナも気になったけど、トワさん、伝説のスーパーサイヤ人、本当に素晴らしいエネルギーね。ちなみに、ミラのために笑うよ。お姉さん、一体何を、だから俺よ、トランクス、私たちに邪魔してくれたね。うん、まさか、ブロリー、うわぁ、バラになった。トランクス、未来何やってんのよ。いや、だから知らないよ、そんなこと。あなたたちの戦いで発生するエネルギーを未来のためにもらうわ。戦いなさい、暗黒魔界の王、未来のためにね。ヒロインのところへ行こう。戦う大猿ブロリー、マジにこう、大猿ブロリーを倒せ。よし、ここも機内に入れて、どうしましょう。
本当に。
けでいるんですよね。あ、でも集められそうよ。
ったのミラん、うん、な大佐、あれなんだ、おおおおお、このシルエット意外と頑丈だな。しばらくは動けなさそうですから大会は行われる、あ、行われること、じゃあもう少し寝るからちゃんと起こせよ、抜け駆けするなよ、ちゃんと起こして差し上げますよ。まさか、一旦この場を離れるわよミラ。なんだと、暗黒魔界の王が逃げるのか、今あの子たちを倒しても大したエネルギーにはならないわ。それにエネルギーを集めるいい方法を思いついたの。じゃあまた会いましょうトランクス、次は未来かしら。行っちゃったやっぱり未来の俺って決闘ものすごく苦労してるんだろうな、そんな気がする。トランクスの未来は置いとくとして、して唯一のところに戻りましょう。目が覚めてるといいけど、ヒロインの感じだもんな、ずっと眠ったままってことも、おー冗談だよ。なんだろう、嫌な予感がするわ。大猿ブロリーを倒せ達成ということで、ブロリー無事に倒せました。この後またトーさんとミラがどっかに行ってるっていうので会う可能性が確実だと思われるので、次回会う時も楽しみですね。あとあのシルエット来ましたね、私大好きなんですよね、あのキャラクターが登場してくれるのが待ち遠しいです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!